めっちゃ笑顔でドンマイって言われました。名前の欄があるんですよ。名前の欄あるからね。一番最初に書かれてたあの人が主演なんですけど、うん、僕の名前が書いてあって、うん、で V シネクストっていうこう集大成で寂しさもあったんですけど、この1年間勉強してきたことをあのみんなでいい形で残して、この V シネクストを皆さんにこう見てほしいなっていう気持ちでいっぱいでした。はい、本編とはまた違って東道真が仮面ライダーバッファが結構キーになってくる作品にもなってるので、個人的にはやっぱちょっとプレッシャーだったり責任感も感じながらあのお芝居はしたんですが、僕だけじゃなくて他のキャストの皆さんも全員集大成というものを考えながら緊張感もありつつやっていった作品にもなるので、すごく手応えは感じてるし、仮面ライダー技術を知ってくださる皆さんに見てもらいたい作品になってるなと思います。エースとしてはやっぱり道長に対しての神なんで、エースが縛られててあの道長にエールを送ったりとか、初めはライバル関係で始まったのも仲良くはないが、まあ、いい刺激し合える関係というか、2人の関係性が見れるんじゃないかなっていうふうに思っていますし、うん、意識したところで言うと、東道長って最初すごいぶっきらぼうだったし、子供みたいな発言もあったと思いますし、なんか突っかかったりもあったんですけど、なんかこう今回の作品では結構セリフ一つ一つが雑な中にもすごい優しさがあるセリフがあるというか、ちょっとでも大人になった道長を届けられたらなと思って、そういう優しさだったり他人のことを考えてお芝居したなと思います。技術のことを考えてもあったと思いますし、嬉しかったっすよね。本編で一回もね、そうね、強化フォームないので、はい、バッファはなので、もう本当に悔しくて悔しくて毎日悔しかったんですけど、でも台本受け取ってあるって分かってガッツポーズした。本当に嬉しかったです。で、見た感想は、見た感想、あのフォルムフォルムをね、フォームか、フォームを見た感想はちょっと思ってたのと強かったんですけど、いや、なんかそのでっかいチェーンソー持ってるのかなと思ってたんですよ、個人的には。そしたらなんかチェーンソーがなんか爪になって、なんかとんでもない武器が追加されてたんで、すんなり受け入れるというか、ちょっといろいろ聞いちゃいましたね。なるほど。これはどう戦うんですかみたいな、はいはい、これは盾なのか、果たしてこう爪になってるのかみたい な、 なんかどんな戦い方をするっていうのが最初謎だったので、なんかそこも含めてどんどん魅力に変わっていきました。なんかあんなこう個性ある武器をバッファが使ってるっていうのがロマンがあってかっこいいなと思いました。ドゥームズギーツと対比になってるんですよ。ドゥームズギーツが金を基調としたカラーリングになっていて、プロジョン・レイジは銀色、シルバーなので、なんかそこの対比があるので、2人のアクションシーンの時合わさってる演出だったりがすごい華やかになって本当に豪華なので、そこも結構見どころですよね。うん、すごかったね。そう、アクションシーンは本当になんかもう1個すごいのがあるんですけど、これ言っちゃうとネタバレになるから、もう1個すごいのあったね、ダムで。ダムでね、あ、ありましたね、ダムで。実際やってるのがすごくて、あそこね、あそこだから、あのアクションシーンは僕多分今見ても鳥肌だと思います。フォルムに関しては金色と銀のさっきの対比って言ってたじゃないですか、あれはやっぱり金と銀メダルみたいな感じでいいですか。なんでやねん。それ1位と2位違うだろ。違うんですか。大抵そのライバルだからその金と銀っていう、そこじゃないの。金と銀1位と2位みたいなさ、ないでしょ。そっちはないです、うん、ないでしょ。あ、俺もさ、その話聞いた。そこで別に金メダル銀メダルないからね。うん、強いて言うなら俺金だしね。すいません、うん、すいませんやめて。すいませんやめて、なんか俺が言い過ぎたみたいな。まあ、V シネって他のキャラクターがちょっとピックアップされるっていうのは今まで例年通りじゃないですか。すごい期待してた部分があったんですよ、 V シネ、はいはい、こう、あ、バッファが主演張れるのかなみたいな思ってて、関西にも言ってたんですよ、多分主演張れると思うんだ俺みたいな、 V シネ、いや多分そうだよみたいな言ってたんですよ。で、台本渡されたら、まあ、主演はやっぱギーツで、今回2番手で僕だったんですけど、めっちゃ笑顔でドンマイって言われました。まあ、2号ライダーの佐藤龍君も一緒になって話してたんですけど、はい、あと主演は僕だよ、カズトヤみたいな感じで、
V シネクス盛り上がってて、こう台本もらって、うん、名前の欄があるんですけど、名前の欄あるんだね。で一番最初に書かれてたの人が主演なんですけど、すごい僕の名前が書いてあって、うん、僕としては、あれみたいな、V シネクスは僕だよ、活動じゃないの、結構噂ではちょっとちらほら聞いてたんで、ね、あれと思った、うん、で、会った時にやっぱこうね、いや、ふざけるなよ、違う、季節の顔全然いいけどね。いやいやいや、でも今回本当に2人でこう一緒に作品作り上げてるっていうのもあったので、やっぱこう、はい、順番なんて関係ないですよ。主演なんで、いい作品を作れたっていうのは変わりないんで、はいはい、関係ないです。どこのポジションにいてもこう、はい次行きましょう。悪いわ。次行きましょう。でもスメンのアクションも、あ、もちろんあります。スメンのアクション僕はなかったんですよ今回。その対話が多くて、僕はなかったんですけど、でも技術はあったんですけど、うん、ドゥームズ技術も技術ナインもすごい本当に迫力のあるアクションシーンだったので、うん、映像で見て鳥肌立ちました。ドゥームズ技術と普通の技術でやっぱアフレコの仕方とかも変えてるのを見てすごいなと思いました。やっぱそのドゥームズ技術と技術が戦うシーンがあるんですけど、結局声はずっとカーンさんなわけで、そこの使い分けというのはすごい頑張ってたので、あれは大変だった。大変でしたね。あれはドゥームズ技術の方が変えたって感じか。だから技術は、そう、技術はそのままでドゥームズ技術の方を変えたのか。なんかそこにも注目していただけたら面白いのかなと思います、はい、本当にアクション大好きになりましたし、仮面ライダーで初めてアクションしたんですけど、すごい難しいですし、でもなんか坂本さんから一番アクションの楽しさとか教えてもらったなって思うので、アクションの時の師匠というか、なんかお父さんみたいな感じなので、坂本さんと今回の V シネでなんかスメンのアクションあったんですけど、今までやってきたことを見られてるというか、成長見せたいなって思ったところもあるので、スメンでアクションやった時に、あの坂本さんに上手くなったねというか、アクションちょっとは分かってきたんじゃないのみたいなこと言われた時に、なんか嬉しかったですね。本編でもアクションシーンとかあったんですけど、やっぱり一番こうアクションが好きになった瞬間は、ギーツの4人のエースと黒狐のあの力のエースの時のアクションシーンでアクション部の方々にも本当にいろいろ細かいところまで教えていただいて、ね、あとはそれこそあの坂本監督に持っていただいた時代劇の、はい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 、あそこの剣立てのシーンとかもアクションの魅力にも気づきましたし、なんかこれからアクションいろいろ探求していきたいなっていう気持ちが芽生えました、ね、うんうん、はい。特に佐藤龍我さんは、タイクーンはすごかったんじゃない？事前に映像を送ってもらわないといけないぐらいの盾の数だったので、龍我も熱心にこうずっと見て勉強して、結局本番の日にすごい完璧だったみたいな話は聞いたので、さすがだなというか、やっぱ龍我すごい上手いのでアクション。なんか一つ聞いたことがあって、地方のトランポリンがいっぱいあるところ、うんうん、でそこでなんか技を勉強して、あ、言ってたね。でアクション部の方に、まあ、自分で取ったその技をこれやりたいですみたいな感じで言って、まあ、それが今回の V シネでも彼やっているので、うん、こう言われたことというか、まあ、提示されたものをやるだけじゃなく、こう自分から生み出しに行く努力というか、そういうのをね見てたから、すごい。だからこそ今回のスメン熱入ってますね。闘牛ゲームをしてた時の、だから杉原さんか、29は杉原さんの時の、久しぶりに東道長と浮世英寿がこう対峙するシーンがあって、もう長子の秘密がいろいろ暴露されて、初めて感情的になってる浮世英寿と、もう後に引けないっていう東道長が対峙するシーンがあるんですけど、そのシーンはよく思い出しますね。ある意味こう29話っていう半分以上いったところで成長をもっともっと出していかないっていう焦りもあったし、しかも久々に目の前に浮世英寿がいるっていうところで、ここだなみたいな。しかも台本も結構熱い、一つ上をいった発言をして去っていくみたいなのが今まで通りだったんですけど、その時は浮世英寿もこうしっかり東道長に対して物を言うみたいな、そういうシーンで、
まあ、考えたっていうのもあったのかなっていうのは近いですけど、そのシーンは記憶に残っていて、なんかそれがうまくいったからこそつながったのかなみたいなところあるので、あのシーンは思い出に残ってました。あのシーンは結構なんかいろいろあったじゃん。あの時はもう本当に多分楽しみにしてたと思うんですよ、そのシーンを。だからこそなんか人生でこんなに忙しいことないってぐらい忙しかったけど、そこはおろそかに しなかったっていうところが思い出すからじゃないですかね。爆睡してたもんね、あの日は。本当にやばくてあんま覚えてないんですよ。周りにいた方に聞くと撮影終わってあのまあ本当にこうバス戻ろうとするんですけど、僕に飲み物を渡そうとしてくれた方がいたんですけど、木材さんみたいな、全員木材さんって止めたんですけど、全員の声を聞こえなかったっぽくて、僕何も聞こえずこう下を向いて去ってったっていうエピソードがあって怖い。そう、それでバスに着いて本当2秒ぐらいですぐ爆睡するみたいな。そのロケってこともあって、うん、環境がすごいなんだろう、いろいろあって、お芝居できてるんだけど、やっぱりこう、うん、環境の問題でやっぱりもうワンテイクが続いてて、結構続いてたんですよね。集中力との戦い、集中力との戦いでしたね、うん、懐かしい。埼玉スーパーアリーナの優勝でしょあれやばいっていやもう僕はもうずっと言ってますけど、俳優史上もう あれが一番過酷、今まで。あれはやばい、あれが一番過酷だよ。でも最近その同等ぐらいの風がまた来て、浴びてどうだった？埼玉スーパーアリーナを思い出したやっぱで、うん、そのあたりはやっぱ動画撮ってたんで、あの休憩中に見て、あやっぱ埼玉スーパーアリーナ勝てないね、勝てないな、あれは勝てないよ、勝てないなっていうふうには思った。あれは勝てない、うん、マジで脳直撃そんな言葉ないのよ、風が脳直撃けど本当にやばかった、ね、2人の芝居やったんですけど、あの屋上でも対話してて、悲しい感情とかが動くシーンでも何でもなくて、うん、なのに2人ともこう涙目っていう、うん、涙目で芝居してる。本当に寒すぎて痛い、寒すぎてあれはすごい。大ちゃんがもう作ったと言っても過言ではない。大ちゃんの人柄があって、うん、あそこまでいろんな変化をしてったし、うん、V シネにも登場したし、ね、愛されるキャラクターになったのは全部もう大ちゃん自身が生み出したもんね。出したね。だって仲もいいもんね。仲いいっすね、うん、でも本当カットかかったらもう普通の大くんなんですよ、うん、でももうそのカメラ回ってる時は表現する。楽しくお芝居してますね、彼は。間違いなく、ね、それが伝わってくる。見習うところもすごくありますし、僕はプライベートでも本当に仲よくあのさせてもらっていただいてるんですけど、仕事の時とプライベートの時とで全く差ないんですよ。自然体で現場に来て自然体のまま帰るんですよ。でめちゃくちゃお話好きじゃん、おしゃべり好きじゃん。確かに人の懐に入るのめちゃくちゃうまいんですよ。28とかなんですけど、タメ口になっちゃうじゃん、そのなんか喋ってる時に。要所要所ね。そう、要所要所で、そういうところもすごいなって思う。それだったら福くんとかもそうじゃん。そうね、本当にこう話しやすくて、うん、フランク、フランク、うん、オーラが出てるんですよ、ね、うん、並木さんこう来たじゃないですか、うん、追加で年上の方が来たんだと思って、並木さんを見てね、うん、年齢聞いたんですよ、うん、じゃ15歳って言ってる、うん、当時中学3年生。そうです、ね、受験勉強もあるんですよみたいな感じで言ってて、一緒にお芝居する機会はあんまりなかったんですけど、そうね、そう、吸収しよう吸収しよう、その探究心の姿勢がすごくて、そこは僕もなんだろう、並木さんにはすごいお世話になりました。お世話になってるって何やねん。なんでだよ。いや、普通に学ばさせていただきましたとかさ、学ばさせていただきましたし、お世話になってる。誰にもお世話になってないよ。自由に行き過ぎたんだよ。自由に行き過ぎたからこうなってんじゃん。誰かにお世話になったんだったらさ、もっとさ、こうなるかもしれないけど、自由に行き過ぎたんだよ。いや、やっぱり楽しくやらさせて、まあ、大切、はい、楽しく一番生きるのが大切ですから、ね、はい、本当にね、1年間通して並木さんの存在はね、本当にでかかったなと思います、ね、はい、よくまとめた。本編ラストカットの時に佐藤龍我が K はのラストカットより一発で終わる、はい、OK テイク出して終わりました、はい、で、次ゆなちゃん
一発で終わりました、はい、で次木内和人一発で終わりました。じゃあもちろん最後は主演のラストよりカットで一発で終わります、はい、でそれ終わった瞬間にもうクランクアップですなわけなんですよ。今までもう信じられないくらいの方がいるわけですよ。でもカン秀吉 もうプレッシャーもあるけど、よいしょ一発で決めてくっかみたいな感じで、はいはい、いや俺も頑張ってこいよって言って撮影が始まるんですけど、彼やっぱ人間すぎるんですよもう人間すぎていっぱいいるともう緊張しすぎるんですよ。もう余裕で8テイクしてました最後8ですよ。そのいやそう確かに見てる方は8テイクがどれぐらいかも分かんないかもしれないですけど、はいはいはい、長回ししない感じだと大体3テイクとか、はい、まあ言っても5テイクぐらいなんですけど、8テイクってもうびっくりするんですよ。本番いきますってこう言った瞬間に頭がファンって真っ白になるんですよ言われたこととかここらこうしないといけないっていうことを頭に入れてからお芝居するわけなんですけど、それが2秒前とかには覚えてるんですよよしこれ絶対忘れへん絶対忘れへん本番いきますってファン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 消えてったってことね。ファン多分あれ脳震盪じゃないわ脳震盪じゃないわ強かったよ。でも確かにあれは人が多すぎたっていうのはありますけど、やっぱそれも含めて最初から最後までカン秀吉でよかったって僕は思います。しかもいいシーンでしたし、もっと笑えよとか言っちゃうかもしれないですね。あんだけ面白いというか個性豊かな人たちが周りにいたからツンツンせずにもっと笑って楽しめよ、楽しんでほしいなって思うのでそれを伝えますか、ね、エースに伝えるんでしょ。むずいね。いやもっと笑えよってふざけんなよもしかして俺の真似してる。いやもっと笑えよ。ふざけやっぱりそんな、おいつん、あ、間違えた、ツンツンじゃなくておいスカスカしないで。スカスカってなんやねんスカしてるスカしてる、はい、もっと笑えよってやっぱり言ってあげたいです。やっぱりエースが笑ってるとこってあんま見たことないでしょ。いや、案外あるでしょ案外笑顔でしょ。にやけた顔とかさ、そう、うん、あの、くしゃって笑う、あ、くしゃって笑う顔見たことないよね。うん、ないでしょ。もっとこう楽しめよ。まあ中盤終盤だからこれ。それ締めでさ被せんのなんなんそれ。いや俺もずっと考えてて、うん、こう聞きながら考えてて、ないなって思って。いやないから被せるとかないから。考える時間取ってもらえるしね別に生放送じゃないんだからね。すいません。だエースってやっぱ最強じゃないですか。そうね。もちろん雑魚な僕にこう多分有数試合もないというか。ないしかけることもなしなしです。こうやっぱりもっと僕も精進しますってこうやっぱ浮世英寿様にあのお伝えしたいなっていう、はい、浮世英寿様にもっと頑張りますっていうふうにお伝え、うん、あ、そうね、もっと頑張りますってことを言いたいってことね。そうです、うん、仮面ライダーギッツを応援してくれてる皆様、本当にいつもありがとうございます。今回の V シネで僕演じる東道長が結構キーとなる物語になっていて、一人一人のキャラクターがすごい成長した上で改めて仮面ライダーギーツというものが出来上がってるんだなというのがすごくあって、東道長含めいろんなキャラクターのみんなの成長したところをぜひ見ていただけたら嬉しいです。そして仮面ライダーギーツを知ってるぐらいの方でも楽しめる作品になっていると思いますので、皆さんぜひ足を運んでいただけたら嬉しいと思ってます。ありがとうございます。仮面ライダーギーツの、最後のこの集大成でもありますし、あとは、バッファが強化ホーム出たりドゥームズギーツが出てきたりとか、また新しいあの仮面ライダーギーツが見れると思うので、期間限定上映のやっぱり枠を超えて、幅広い年代の方々に見ていただきたいなっていうふうに僕たちずっと思っていますので、何回でも見て感動とそして笑顔をお届けできたらいいなというふうに思っています。どうですか。いいと思います。よいしょ。いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。